赤星赤崎赤星マサさんスティーブシーンということで、はい、ラーメン豚島さんです、はい、こちらの店舗は19年の11月15日にオープンした新しいお店、新店多いですね。新店なんですね、もちろん自由が丘駅から徒歩4分なんですけども、はい、これまでですね、東横線はなんと代官山から自由が丘まで一軒も二郎系なかったんです。あ、はいはい、東京砂漠にですねオープンしてもらったんですね二郎目線で言うと。そうなんですよ、豚のアイランドということでね、赤崎さんも行く予定だったんですよね。あ、そうなんですよね、僕獣神サンダーライガーの引退をちょっとね、これはね、どうしても外せないね、認めなかったんで、まあ、すいません、しょうがないということでね、はい、ということでメニュー見ていきますが、ラーメン、麻婆ラーメンっていうのもありますけども、汁なしやつけ麺ですね、ダイヤ、ミニもございます、はい、今回は大ラーメンにですね、やっぱり豚島なんで豚ましょう。あ、やっぱね、そう、豚は欠かせないと。やっちゃいましょうということでね、じゃあ、こちら大ラーメンの野菜マシマシ油辛めマシマシの豚マシでして、豚はデフォルト2枚、マシにするとね 1,2,3 枚ということでございますね、はい、ニンニクが入ってございませんが、後ほど見ていきましょう。これはね、食券提出時に野菜かマシかとかいろいろ言いますが、はい、マシと野菜コールは同じ量の扱いなんで、あ、はいはいはい、ね、野菜って言ったらマシも同じですね。で、通常ラーメン250、豚をモリモリ入れてもいいかもしれないね、麺はちょっと少なめといえば少なめかな、はい、50g ぐらいね。あ、ということでね、今回もコロナ禍のリロイ、あ、リロイはね映ってますけども、ウィル・オスプレイいやリロイですね、リロイです、リロイですね、はい、はい、豚を食べていきましょう。肉料理店なんで、もともとは、はいはい、なので豚のレベルはもともと高い、あまりにホロホロでしてですね、箸で持つときとかかじるときに慎重になっちゃうぐらいなんですよ。もう来い、わらわらホロホロホロっといっちゃうんで、優しく食べましたね。さあ、どんどん野菜いきましょう。キャベツ割合がちょっと多め、はい、なので、そうだね、そう、だいぶともやしよりもザクザクと食べられるというのが特徴的だな、どんどん、あ、もうテンポ早い、油いっちゃってますね、もうね、ほうほう、優しめに塩気、ちょうどいい大きさ、携えた上等油です。うん、さあ、天地返しをしていきましょうね。よいけるかな、麺にね、どういうことなんですか、ちょっと重みがあってですね、はい、一気に出せなかったので2回やっちゃってますけど、はい、ね、縮れ度が高いですけども、まあ、ごわというよりはどっちかとつるかな、うん、縮れていてつるだと結構こう汁がペペペペって飛ぶんでね、ああ、なるほどね、気をつけながらすすっております。はいはいはい、存在感のある豚の群れにもこれなら負けることなくすすれますね。まず丁寧に読む。読むんですそれは。ちょっと読む。あ、ここで先ほど申し上げました。すごい。卓上のね、出し放題。後半にね、ニンニクを僕は投入していくんで、前半からニンニクは下さないと嬉しいことね、自分なりに出していく。はい。あ、そこそこ辛いニンニクなんでね。ほうほう。サージ一杯でも十分豪華なる地域なんだよ。本当に。今日なんか変だな。二発入れなくても一発でもいい。まあ、ライガーが乗っかってるから、乗っかっちゃってるんですよ、ね、オスプレイもいるじゃん、ね、似てはないんですけどそうね、こちらね、今見てましたよね、これちょっとね、あまりにも柔らかいんでセルフほぐし豚ができるんです、こうやって、あ、すごい、すごくないですか、この柔らかさ、見たことないな、こんなこれは見たことない、そして美味しい。で、さらにですね、卓上返しやっぱり飲んじゃいますよね、食パレベルすごい見られてるこれ見るわ、それは横でやったら4です。お前大丈夫か、これがジャパニーズカルチャーか確かにびっくりした、ね、いや、異端なんだけどね、めちゃめちゃまあ、しょっぱすぎずいい感じに醤油が効いた、お米返し、まあ、ほぐした豚にどんどん染み込んで美味しかったですよ、これさらに、ブラックペッパーグラインド食い終わってとかエビカンのなんか飽きちゃってますけどもだんだんとですね、肉や油からこう、あの、豚の旨かすがにじみ出てですね、黒胡椒のパンチがどんどん共鳴していくんですね、ね、黒くなっていく、まあ、豚黒くなっていく、あんまり聞かない単語だけどね、特徴的なんですよ、豚っていうわけでもないけど、豚黒くなって、豚黒くなって、最後の野菜を食べてごちそうさんでございました。はいはいはい、いいスープですね、もっと飲みたかったな、うん、豚島っていうだけで豚が、ね、そうですね、いや、そうね、豚自慢で豚島の違うんじゃないですか、90点2です、ね、なるほど、結構なの、その人僕は別日で行きます、本当ですか、別日で行きます、やっぱり、ね、有料でしたからね、やっぱり、僕
もう別日でライガーの引退試合行きます。いやもうあの1回しかないんでライガーあの一応俺 1.4、1.5、はい、2日間で引退試合あったけど、うん、引退試合1、2っていう謎ので次の日引退セレモニーもあるからでもう引退しちゃったんで、なんで 1.4 だけだけど 1.5 があったから、そうそう、東京でも連れてったからね。ああそうか、今年は。今何やってるんですかライガー。今はテレビとかやってるんですか、ね、うん、これ前通りのタレント活動とか。まあね、山田さんに戻ったから。あ、そうね、あ、そっか、山田さんね、あの外国で失踪してライガーになってる山田さん失踪してるんで帰ってくるかも。失踪なんだ。失踪、失踪、武者修行とかじゃなくて失踪、失踪山田さん失踪して時を同じくして東京ドームでライガーが戻ってくる。なんか、これは30年の時を戻ってくる。そうなんだ、戻ってきてほしいですね、はい、山田さんね。ということで、武田島さんでございました。武田島さんです。自分が岡行った際には、ぜひ行ってみてください。ごちそうさん、はい、よっ。Thank you.